桃園都市運は台湾台北市内及びその周辺の2期多市、桃園市内交通で慢性的な交通渋滞を緩和するために設置された都市運で台湾では台北都市運高尾都市運に次ぐ3例目となる。桃園国際空港への軌道系アクセスとなる桃園機場早運も東路線網に含まれる。正式名称は 東園大衆早運系統。東園大衆早運古墳有限公使によって運営される。故障としては、桃都市、木、都市、東園メトロ、MRT などがある。台湾政府によって推進されていた、東園空港アクセス系統と、東園県政府による、東園市内の高線、愛線、緑線の三路線軌道交通導入と、 東園志向外部のライトレール系統構想があり、前社は2004年に空港アクセス鉄道整備が正式決定され、後者も愛線は機上早運に統合され、後舎は高架化計画が浮上した台湾、鉄路管理局中間線と大部分が重複するために実現せず、残りは東園県と台北市政府早運行定局の共同で、緑線、立花線、 主戦などの計画として再編された。整備主体、運行主体をめぐって、右予曲折があったが、整備主体は機上線が、交通部高速鉄路局と台北市早運行定局、その他の路線が、東園市政府早運行定局で、全路線の運行事業者が、桃園都市運行士となっている。また、戦術の大鉄の地下化都市運化が進行中である。 運営中の路線計画中の路線を含む、路線図投園早運、IC トークン一重ほど表。ありがとうございます。